こんにちは、ベイビークレヨンの早見美久です。今日は私を知ってもらうために1分間の Q&A に挑戦します。3、2、1。ベイビークレヨンの魅力を一言で、せーの、仲がいいところ。あなたにとってのごちそうは、まあ、ケーキ。ごめんなさい、ケーキ。メンバーからどんなこと言われる。アイドル。無人島に2つ持っていくなら、寝るとき用の枕とお塩、食べる食塩です。彼氏にするのはどのメンバー。うわー、吉田七瀬ちゃんです。透明人間になったら何をする。透明人間になったら、自分の推しメンの後ろをついていて、一日中どんな生活をしているか見ます。好きなラーメンの味は醤油、味噌、塩、とんく、塩ラーメン。丸一日休みがあったら、ずっと、半分寝て半分スイーツを食べに行きます。5月29日単独ライブに向けて頑張っていることは、みんなで、なんだろう、やっぱパフォーマンスとかもそうなんですけど、伝えるっていう気持ちを大事にしたいので、根本から、思考の根本から、そのちゃんと伝えるっていうことを中心にして、頭を巡らせています。思考を巡らせています。はい、パフォーマンスももちろん頑張ります。よろしくお願いします。どれぐらい仲いいか。でもなんか私は結構アイドルさんが好きなので、どのグループさんもみんな私たち仲いいんですよって言ってらっしゃると思うんですけど、なんだろうな、なんか私がそもそも人とあんまりいたくない性格なんですけど、そんな私でもなんか最近徐々にみんなといることが増えて、そのみんなの顔を出してくれる雰囲気が多分あったかいので、なんだろうな、普通の人とはいられない時間も入れるっていうところが仲いいのかなって思います。ちっちゃい頃からお気に入りの枕カバーとかがあって、それがあると結構落ち着くんですけど、無人島って多分木とかで寝ないといけないので、枕は快眠のために必須で、あとお塩が私結構必需品で、毎日塩をこうやって一粒なんか出して食べてるんですけど、そうするとそうしてから本当に体の調子がいいので、お塩は絶対に持っていきます。はい。布団より枕ですか。布団より、確かに、でもやっぱりこの首元が大事なので枕でお願いします。はい。桜木琴ちゃんと迷ったんですけど、私は吉田七瀬ちゃんを選んで、なんでかっていうと、その面白い人が結構好きなんですけど、面白い中でも細かいことに気づいてくれたりとか、可愛いところもあるんですけど、かっこいいところもあるので、吉田七瀬ちゃんにしました。私はアイドルさんが本当に大好きなので、推しメンさんがいろんなグループにいるんですけど、どんな生活をしてるのかっていうのが普段わからないところとか、なんか推しメンさんにちょっとくっついていて、素の部分を見たいです。独り占めしたいです。推しメンさんはどんなのが好きですか。元乃木坂46さんの松村さゆりさんと堀未央奈さんが特に大好きです。普段からライブを大切にしているグループなので、パフォーマンスとかはもちろんなんですけど、自分自身も伝えるっていうことが得意ではなかった方なので、今回3公演もあるので、しっかり1公演1公演意味があって、皆さんに伝えたいことが伝えられるように、いろいろたくさん掘って根本から考えて伝えるっていうことを考えて頑張ってます。よろしくお願いします。以上、ベイビークレヨンの早見みくでした。ありがとうございました。改めまして、私たちベイビークレヨンです。みくちゃん、1分間チャレンジどうでしたか。はい、私のマシンガントークにもかなわないくらい結構早くて時間が過ぎるのがね、でも本当に楽しかったです。ありがとうございました。はい、私たちベイビークレヨンは東京ドームに立つ夢を叶えるために集まった5人です。必ず日本一のアイドルになります。そして私たちベイビークレヨンは5月の29日にベイビーソウルという1日3公演のライブがあります。そのライブでは1000人のお客様のご来場を目指しているので、ぜひ来てください。それに向けて5月23日女の子限定ライブパジャマパーティーを開催します。はい。初めてだね。初めてです。
5月23日の初の女性限定ライブパジャマパーティー、そして5月29日の1日3公演、計1000人のお客様のご来場を目指しているベイビーソウル、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。他のメンバーの1分間チャレンジ動画も皆さん楽しみにしていてください。以上、私たちベイビークレヨンでした。